カール・エドゥアルト・アチア・ウォールド著書の画像、スタブロポリから出土した遺物カール・エドゥアルト・フォン、アイヒ・バルトは、バルトドイツ人の博物学者である。現在のラトビアのイエルガバに生まれた。ベルリン大学とウィーン大学で博物学を学び、1821年にドルパトで家庭教師をした後、1823年に火山の学校で動物学と比較解剖学の教授となった。 火山からカスピ海沿岸やコーカサスの調査を行った。1827年に現在のリトアニアにあるビリニュース大学に移り、1832年に設立された内科外科アカデミーの事務長を務めた。1837年にサンクトペテルブルクの医学校で動物学と鉱物学の教授に任じられた。ロシア帝国における地球構造学や植物学、 動物学の調査探検に深く関与した。1836年に北イタリアとスイスを1838年にエストニアからフィンランド、サンクトペテルブルク県やスカンジナビアを調査した。当初の関心は地質学分野にあったが、サンクトペテルブルクアカデミーの古生物学の教授に任じられた後、ロシアの戦死時代の遺物の研究に転じた。 1822年からドイツ科学アカデミーレオポルディーナの会員である。アッチアブは植物の学名で命名者を示す場合にカールエドアルトアイヒバルトを示すのに使われる。ありがとうございます。